はい、聞こえましたか ?This meeting being recorded なんで、レコードされております。ポートフォリオっていうのは本当にいろんな種類がございまして、私のまた散らかったデスクトップでご紹介させていただきたいと思います。で、覚えてますか出だしの言葉、クリエイティブメスという、この世にとても素晴らしいワードがございます。その言葉を、忘れないでいただきたいんですけど、ファイナルプレゼンテーションであるポートフォリオが散らかりすぎてるっていうのは NG です。最終的にどういうふうにエディティングするのかっていうところは皆様の力量なので、クリエイティブメスを作ったら最終的な落としどころを考えてください。で、ポートフォリオを作る上で、もちろんなんか次世代たちはアプリケーションとか携帯アップを使ってやりたいと思うんですけど、アプリケーションでできない技っていうのがいっぱいあるんですよ。で、ポートフォリオを作る上で、まず三種の神器でとても挙げられるのが、イラストレーター、フォトショップですね。で、地味に超必要なのが、このアドビのアクロバットです。なので、基本的には、アドビの、クリエイティブセットみたいなのがあるんで、それを買って、しましたところ、アクロバットっていうものはですね、JPEG も開けるし、PDF も開けるし、なんなら PDF のちょっとした編集もできちゃうわけですよ。で、ここから僕はちょっと、ポートフォリオのありとあらゆる種類を見せるんですけど、これがまあいろんな僕のポートフォリオの種類ですね。こういうものがあって、こういうものがあって、こういうものがあって、これがあって、なんだ。これがあって、これがあって、これがありますね。まあいろんな種類があるんですけど、基本的に落としどころを考えるときに PDF で人はサブミッションをします。ので、PDF を使いこなすっていう意味では、アクロバットがとても重要となってくるので、アクロバット、フォトショップ、イラストレーターをぜひとも、使ってください。で、うちのラボのワークショップでは、後々イラストレーターとかも使っていろんなワークショップをするんですけど、じゃあアクロバットでできる作業って何だろうっていろいろ思うと思うんですけど、まあこうやってアクロバットで見るだけのツールではないんですね、アクロバットっていうのは。で、右のアイコンを見ていくと、エディット PDF、クリエイト PDF とかいろんなことがあって、いろんな PDF にまつわることが触れるわけですよ。で、まあ例えば、エディット PDF を押しますと、何が起こるかというと、私が自分で作ったこの PDF のファイルが、自分自身でここのアクロバットの上でいじれることができるんですね。なので、基本的にイラストレーターで作ったファイルは、イラストレーター式のファイルで作るのと、Adobe PDF っていうファイルの保存形式があって、Adobe PDF で保存すると、こういうふうに Adobe 関連の同じ会社で作ったものっていうのは、こちらでも編集をすることができるようになってきます。なので、今いろんな打ち込んでるものとかが、ちょっと待ってくださいね。編集ができるので、例えば、これとかだったら、このね、皆さんの通信が遅い理由としては、僕のポートフォリオが非常にヘビーで重っていうのがすごく関係してるんですけど、例えばじゃあこれエディットをしますね。よいしょ。これじゃない、もっとラフなやつしようかな。よいしょ。ドンと。エディット。で、例えば、エディットでできることといったら、こういう感じで、バラ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 、パッパッパッって適当に打ちました、僕は。こんな感じで文字がボンって出てきたじゃないですか。文字の打ち込みを足したりとかっていうことも、ここのファイナルタッチがここでできます。で、こういう感じで、あ、やっぱこれいらないなって、ブブブブって消すこともできるし、まあ、画像がもうちょっと欲しいなと思ったら、これですね、そのリンクのお話、じゃあちょっと飛んでみましょうか。じゃあ本、ちょっと僕なんか適当に PDF ファイルオープンしますね。じゃあ今回はどうしようかななんて言って、じゃあまあ後々見せるんですけど、じゃあこれにしようと。これかな。このポートフォリオの一部なんですけど。で、ここでまあ、ポートフォリオとして、まあ、これは1ページであるんですけど、もうちょっとここを、デジタルファイルとして強くしたいな、なんていう時によく使うのが、こちらですね。エディット PDF 同じ感じでいきましょう。で、次ですね。エディット PDF でポンとした後によく使っていただきたい技としましては、こちら。リンク。
見えます？上の方にリンクというものがあって、あ、ごめんなさい、今回もなんか、英語の表記で全部やってますけど、並びの配置は大体一緒だと思うので、まあ、英語でちょっとやりますね。リンクというものいきますね。そうするといろいろ出てきて、Add Edit Web Document Link とか、なんかいろんな Remove Web Links とかいろいろあるんですけど、基本的にはこの、ウェブサイトドキュメントリンクを追加するというところをクリックするわけですよ。ポンと。そうすると、私のカーソルが十字架になったのわかります？もともと十字架だったのかわかんないですけど、ちょっと十字架風なんですね。このハエみたいなやつ。では、じゃあどこをクリックすると、映像に行ってくるといいかななんて思った時に、じゃあわかった。この4つの画像にしよう。これが面白そうだからってピーってこう、クリック&ドラッグで選択するわけですよ。こうやってピヨンって。で、ポッと離すとこういうのが出てきます。ババーンと。そういう風に出てくると、クリエイトリンクっていうのがすごい、まあいろいろあって、こうやって NEXT を押すと、ここに URL を打ってくださいなっていうページになるんですね。じゃあ早速、じゃあ URL を打とうじゃないかとなった時に、じゃあ、Vimeo ですね。さっき言った Vimeo に飛びましょう。Vimeo もしくは YouTube が、ものすごく、有効活用できます。で、私も、Vimeo を使っているんですが、別に Vimeo ってフォロワーを稼ぐとかそういう YouTube 的な役割というより、ただの、アップロードして動画を保管していくようなウェブサイトというふうな見え方の方がいいのかな。なので、自分が見せたい状況とか環境によって、YouTube なのか Vimeo なのか使い分けるっていうのはとてもすごいいいアプローチかなというふうに思います。で、こんな感じで Vimeo をバーって開けると、ホームとかビデオとかなんかいろんなことがあって、クリエイトとかもあるんですね。で、まあ、Vimeo の中で動画編集する人もいるんですけど、まあ基本 Vimeo って何かというと、動画にすごく特化した SNS です。でも、あんまり SNS としてやりまくってる人はあんまりいなかったりもするから、なかなかホームが自分のページを作れるっていう感じなんですけど、で、僕のウェブサイトにポンと行っても、このムービーっていうセクションがあるんですね。で、このムービーのセクションは基本的に Vimeo のみを使ってます。っていうのが、ウェブサイトを作るときのそのウェブのフォーマットの差なんですけど、YouTube を受け付けないっていうウェブサイトも存在してまして、Vimeo じゃないとダメだっていう場合もあるんですね。なので、Vimeo なのか YouTube なのかっていうのは基本的にその状況に合わせて、使い分けてください。で、僕の場合は、僕のウェブサイトのその、スタイル上、Vimeo のみを受け付けるということなので、Vimeo だけを使ってます。で、ちなみに Vimeo って、まあ、動画をアップロードする系なので、ものすごい重たいっていうのは、まあ、弱点なんですけど、今くるくる回ってますが、これが僕の Vimeo のページが今ようやくここに降臨しようとしてますよっていう感じですね。はい、はい。で、これが僕が過去に上げてる Vimeo の動画ですね。で、もちろん鍵つけれるし、公開したくなければしたくないで全然いいよとか、まあなんかそんな感じで動画をバーって、限定公開なんかにすると、リンクを知ってる人だけが見れるので、ポートフォリオを実際に送った人がリンククリックすると、その人だけが見れるようにもできるようになってきます。で、まあこんな感じでなんか動画の作品集が増えると、動画の作品集を載せるもありだし、ちょっとしたなんか自己紹介メッセージなんていうのをリンクで取り付けてポートフォリオに入れるのもとても効果的でございますので、やっぱり音を聞かせたり映像を見せるってとてもすごい重要なことなので、皆様それを意識しながらやっていただけると良いんじゃないかなというふうに思います。まあ僕はこんな感じでまあ動画を上げまくってるんで、まあちょっとまあどのあれを使ってもいいんですけど、じゃあ例えば、ここですね。僕のこのウェブサイトに飛ばそうじゃないかと、あそこをクリックすると。じゃあ、ここのリンクをこのトップからコピーします。で、コマンド C ですね。Apple の皆様はコマンド C を押していただいてコピーしてください。で、コピーした後に Adobe に戻ります。で、ここに Enter URL for this link で、コマンド V を押していただくと、これがペタッと貼れますね。OK ですか？で、ここで OK を押します。ポンと。そうすると、今ここが青くパン、わかりますか？っていうのはどうなったか、ここに線がありますね。僕がこれをクリックすると、こういう感じで、リンクが今なんかこう稼働してるのわかります？今リンクに対する情報が出てきました。で、これを保存して、セーブすると、セーブしてもう一回開けると、ここをクリックするだけで動画に飛ぶようになります。
OK ですか？で、やり方はすごく簡単です。リンクを押して、アドにして、クリック&ドラッグでスペースを選びます。ポンと。で、その次に NEXT って言って、ここ。で、画像がクリックして飛べます。そういうふうにして皆様映像を見せます。で、そこでじゃあ、どうやったらこれクリックしたらわかるんだよっていうのはもうシンプルにここに、クリック for the video とか、クリック here とかを書くわけですよ。この上とかに。それだけです。以上です。こちらをクリックしてくださいとか言って動画に飛ばしましょうっていうことが Adobe ではできます。Acrobat はそういうことに、僕は個人的にはものすごく活用してるので、皆様よかったら、ね、まあ閉じますね。閉じました。はい。今閉じましたね。閉じて押すとこういう感じで、ここに飛ぼうとしてますよ、みたいな。で、僕が許可をすると飛びますよ。今、ピューンって。で、今僕が許可してないんで飛べないんですけど、こんな感じで、Adobe の方から今 Web の方に飛びました。わかりました？ここの Adobe のファイルからクリック一つで、ピューンと、Google の Chrome の方に勝手に飛んだらわかります？今クリックしただけです。ピョーンって。飛びましたね。Adobe の方からリンクが今、重なりました。何回クリックしても飛びますよ。こうやって勝手にビヨーンって。という感じで今、インサートが、完了しました。という感じですね。で、まあ、Vimeo の話に戻りますが、こちらがまあ、Vimeo でまだローディングしてるんですけど、僕のウェブサイトの方の動画の方を見ると、今、Vimeo って出てるの分かります？とにもかくにも微妙。なので、これが何を意味するかというと、僕のウェブサイト本体のサーバーには、この動画は載ってません。リンクがインサートされてるだけなので、ウェブサイトがもうちょっとコンパクトで軽く作れますよっていう話なので、なるだけそうやって必要な情報とかリンクにしてください。で、それは画像もしっかりで、画像のリンクもここのアクロバットには載せれます。じゃあ、例えばこれ僕今4つの写真しか載せてないけど、これがじゃあ120枚あるんだとして、他にも気になる人がいれば見てほしいっていうんだったら、ここにリンクを貼って、このリンクをクリックすると、その120枚が見れるようなウェブサイトを立ち上げてたらそこに飛ばせるわけですよ。OK ですか？というふうにして、デジタルポートフォリオの大切なところは重く作りすぎないということなので、それを意識してください。ここまでで質問はございますか？大丈夫？皆様、Zoom の皆様大丈夫ですか？チーム Z の皆様、OK ですか？はい。ここまでは楽しいですか？大丈夫？本当に、せっかくの日曜日の夜中につまんない話なんか聞いてられないですからね。面白いことを大前提でいきましょう。じゃあ、まあそういう感じで分かったところで、早速本題の僕のポートフォリオの紹介という形に、ちょっと軽くいきますね。じゃあ、僕がまず最初に見せたいのはこちらですね。タイトルもその名、その名もその名、そのまま、ポートフォリオプリンティング PDF でございます。で、こちらポートフォリオなんですけど、僕がじゃあどういう時、使うかというと、俺ってこんな作品作れるんだぜっていうファイナルのみの、ポートフォリオです。で、このファイナルの写真のみのポートフォリオを僕は持ってる理由としては、簡潔に分かりやすく自分がどういうことを作れるのかを見せたい相手に見せるポートフォリオです。で、コンセプトとかうだうだ自己紹介とかさて、それはさておいて、あなたがどんなものを作れるのか見たいというクライアントが出てくるわけですよ。で、そういう人にとってとても重要なのがこのクリーンでビジュアルがスッキリ見えるファイナルだけを見せるポートフォリオです。で、これもちろん全部の作品入れてません。自分が、ごめんなさい、これエラーファイルしか残ってなかったんであれですけど、画像がちっちゃくなるんですけど、こういう感じでファイナルで僕が過去にどんな作品を作ったのかっていうのを作ったものです。で、これをデジタルで送ることはあんまりなくて、製本します。製本してフォトアルバムを作って見せます。パンと。で、写真集ですね。写真集風ポートフォリオです。なんと。まあ、触ってもしますね。これは、何度も言いますが、こういう分けたポートフォリオの作り方が通用するのは、ウェブサイトがあってなんぼです。OK ですか？皆様気になったら、ウェブサイトに行って、もっと違う情報を見るわけですよ。なんで僕はこれ見せて、これむしろ置いて、ご覧くださいというふうにナビゲーションして去ります。なので、ポートフォリオ、フィジカルのポートフォリオとデジタルのポートフォリオというか、ウェブサイトがリンクしていくっていうのはとても必須ですね。で、インスタグラムもしかりでございます。まあ、デザイン系の仕事をする上で、ウェブサイトとインスタグラムっていうのはとても重要で、
こういうフィジカルのプレゼンテーションと、まあ、デジタルのプレゼンテーションをしっかりとリンクさせていく。はい。ということで、この内容全く一緒のが、並びが違って僕のウェブサイトで見れますので、このぐらいにします。が、ひたすら40ページ、こんな感じで淡々と僕が作ったファイナル、僕がどういうアートディレクションをしてやった、写真撮影なのかっていうのを見せております。